どうもこんにちは、ヒョクです。こんにちは、ヒョクニダ。報告いたします。僕、イーミニヒョクはマラソン大会に出場します。はいつい先ほどエントリー完了しましたしかもバカでかいマラソン大会に出場します。いやー、正直走れるか自信はないです。もちろん普段運動もしていたりダンスもしていて、それなりに持久力はあるんですけど、走るってなるとやっぱ使う筋肉も多分違うじゃないですか。マラソンを完走したい完走して見せます。マラソン大会出場します。皆さん見えますでしょうか。あそこに富士山がございます。カメラ越しだとちっちゃいんですけど、目視だと結構でかく見えますね。今日一緒に走る僕の編集マンでもあり友達でもある龍河くん、なんと誘った僕よりもイタチの格好で練習をちゃんとしてきました。どういうこと？僕よりガチなのやめて焦って焦りが靴はですね、2人ともお揃いでございます。今ですね、小学生コースのなんか短距離のやつと、あと1キロランみたいなのがやってますね。で10時に5時間リレーがスタートして、その3分後に僕らハーフマラソン組がスタートですね。制限時間がですね、僕らエントリーするときは書いてなかったんですよ。で、過去のやつ見たら4時間っていうのが書いてあったのを僕は見たんですね。だから4時間あればまあゴールできるだろうと思ってエントリーして、なんとこのいいことチャレンジ日産スタジアムのハーフマラソン4年ぶりなんですけど、開催が、4年ぶりに開催したと思ったら制限時間が3時間に変更になってましたまずいよこれ、マジギリギリでもいいからゴールはしたいあとなんかいろいろもらったので、ちょっとこれもまた後で紹介できたらと思います。ちょっとちらっと覗いてみましょう。見ましたよ、ついに半年前に僕ら急遽決めたハーフマラソン大会。さあ30秒を切りました。始まる。小学生コース始まる。小学生低学年田村さんが今すごいカウントダウンしてる。これ緊張するね、このカウントダウン5、4、3、2、1、0、スタート。頑張れ。待って、独走すぎるアーチ、あそこにありますね。まだマネージャーたち到着まで時間あるので、マネージャーたち着いたら皆さんにちょっといろいろね説明できたらなと思います。それでしばしお待ちください。はい、ということでマネージャーたちも合流しましたんで、じゃあゼッケンと計測タグをつけていこうと思います。僕は3003番です。3006番。じゃあつけていきましょう。計測タグは靴につけるらしくて、やってみるか。先にゼッケンやりますか。なんか安ピンでつけるみたいです。え、どうしよう、上着いらない？いや、いる？いる。 YouTube は見えないんだけど、そしたらああ、そういうこと？え、それ脱いだら長袖なの？中に一応着ていくは着てる。これもねえ、ルーマーじゃん。本当は家のプリンターで自分のインスタの QR コードを印刷してここに貼ろうかなと思ったんですけどちょっと間に合わなかった。 OK かな。よし、じゃあ次はタグです。靴紐を通すみたいなんですよね。靴紐に通して足につけるっぽいので。あ、そういうことね。靴紐をほどくわけじゃないのか。はい、取れないね。取れなさそう。うん、取れなさそう。よし、OK です。じゃあ、あとは走り切るだけですね。いけんの？ちなみに、僕は練習トータルで21キロは走ったことあります。ぶっ続けのうち21キロどころか10キロは走ったことあるんですけど一応21キロ走ったことある日向曰く、15キロぐらいから急激にタイムが落ちるって言ってたんで、それだけは僕はちょっと心配ですね。そこ超えれば、まあなんとか。 OK、 わかりました。頑張ろうじゃあ皆さん、また後ほどです。かかってこいや。楽しみだ
一人で5時間走る、YouTuber やめる前にやりたかった10のことの一つですね。なんだ、マッチさんがいますね。向こうにね、どこにいるんだろう、多分向こうの、そう、あの台の上にマッチがいる。そうなんだ。ということで、マネージャーたちも来てるんでね、頑張りましょう。ヒューガもじゃあちょっと一言、あ、今シーズンで走り切ります、はい、頑張りましょう。いや、おもろい格好してんな。天気に恵まれて本当に良かった、うん、めちゃくちゃいい天気。わあ、始まりました、5時間リレーの方が。準備完了。はい、まもなくすぐスタートいたします。オッケー。今スタートラインの方にやってまいります。周りに飲まれないようにしましょう。そうそうそう、うん、自分のペース、自分のペース。あ、あ、うわ、始まっちゃう、始まっちゃう。さあ20秒切った。うわ、緊張する。大丈夫、のんびりでしょ、のんびり。5、4、3、2、1、始まった。早っ、先頭の人早いよ。ようやくスタジオ外に出まして、一周 1300m ちょいだよね。1500か。頑張って走ろうと思います。坂あるの？待って、坂なんですけど。この坂きちいな。あ、そっか、雪降った、寒いもんな。32歳ラストの日に僕はなぜかマラソン大会に出ています。また坂じゃねえか、おい。聞いてないよ、坂なんて。結構あるね。いや、これ来るかもな、後半この坂。うん、ああいう風にちょっと宣伝をするべきだったな。宣伝で背中にやっぱ QR コードでも貼っとけばよかった。ありがとうございます。うん、バナナとかパンもあるよ、すごい。まあ、食えないけどね。確かに、うん、ニコ様がいるコスプレで。本当だ、走りにくそうで。ニコ様、靴はちゃんと乱収ですね。あ、1キロ過ぎましたね。今ブーってなった。残り20キロです。目の前にあるんですけど、どういうことこれ。大変じゃないですか。さあ、もうすぐ一周ですね。だからたまにはこうやって昼に人間らしいことするのもいいね。そうだよ。さあ、もうすぐ一周です。あと12周、頑張ろう。マネージャーたちも応援してくれてる。僕のファンの方も実は来てくださってて。どこにいるかな。さあ、目の前に門があって、もうすぐ一周です。ここをくぐったら一周、あと12周。うわ、さあ、3度目の持ってきましたね。ちょっと紹介やばいだね。スタートどうしても飛ばしちゃうから、後半待ってね、ゆっくり走らないとだね。和太鼓が始まるそうです。これは著作権引っかからないかな。さすがにギリ。いや、こんなさ、陸上競技場走れることなんて想像ないじゃん、僕らが。それはそれで嬉しいね。さあ、帰ってきました。あの門をまたくぐったら、残り11周ですね。これいつか忘れちゃいそうで怖いな。あと何周みたいな。あ、そっかそっか、測ってるしね。一応3時間以内にゴールできるんでしょうか。それでは一旦アイキャッチです。地味に坂がきついです。いや、ここやばいのよ。動画では伝わんないけど、もう一度この坂がきつい。気をつけてください。頑張ります。さあ、もう一個の紐、ここぐらいですね。うん、あと16キロ。ああ
まだまだ長いけど。ハッピーバースデー。あ、気づいちゃった。飲む？いや、大丈夫。大丈夫？次ぐらいでちょっと飲みたいね。オッケー。さあ、ということで7キロ走りまして、僕はみんちゃん世界です。一番、チャンネル登録よろ詳しくは概要欄のこちらから。ということで、僕はここから先は知らないんですよ、この世界は。7キロまでしか最長で走ったことないんで、こっからよ。こっからはちょっとどうなるか僕もわからないですね。引き続き頑張ります。あと14キロ。うわ、頑張ろう。あとどんぐらいだ。今10キロぐらいだ。そうですね、やっと半分ですね。あそこくぐったら、あと6周。よし、6って考えたらすごい楽だな。よし、ラスト1周。ラスト頑張ろう。あと1周。最後の坂だ。きついね。頑張れ。根性だ。いける。これ最後の一周です。向こう着いたらゴール。マジもう膝痛い。あ、はい、ありがとうございます。やばいね。やばい、今アクエリ4リットル飲みたい。あー、きちい。あー、オッケー。いやー、もう見えてきたよ。いや、もうあと600メートルぐらいだから言うけど、この32歳、素晴らしい1年でした。最後の1日マラソンだけど、ありがとう。もうなったよね、もう、あれちゃん、なったよね。いや、マジだよ、本当に。あとちょっとだ。さあ、あ、入ったね。うまいもん食わせ終わったら、マジで A5 ランクのヒレ肉食いて、もう少しもう少し、シャーシャーシャー、いけるいける。ごめんなさいね皆さん、できればこう取りたいんだけど、マジでもう腕が上がんねんだわ。ゴールすることに意味がある。さあ、ラストの坂、これ最後。見えてきた、スタジアム。スタジアムの入り口見えてきた。もうできたよ。最後あそこにたどり着けばゴール。いや、もう見えてきた。よっしゃ、いける。頑張った俺ら、マジで頑張った。いけるいける。
マジで膝今にも壊れそうだ。いいよ、もうあと 200m くらい。ありがとう。やっぱそうだよね。もしもし。見えてきた。もうすぐゴール。あと 20m、 もうゴールだ、ゴールだ。ヒルが、俺らマジで頑張った、マジで頑張った、ゴール。やった。お疲れ。そうですね。マジ頑張った。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ。行こう。待って。マジ疲れた。ありがとうございます。やったー、記録書が出ました。ゴールしました。完走。いやマジ頑張った俺ら。お疲れ、マジお疲れ。マジ膝ぶっ壊れそう。お疲れです。完走しました。2時間28分2時間切りました。いやよかった。いやでもこれ一人だったらこのタイム出てない。マジで歩いてる。お互い引っ張り合った感じがね。最後の走りだけど、ジャケット順位に応じて行われます。でも一個目標をクリアしたね。マジで。じゃあ一旦後で締めたりましょう。じゃあまた後ほど1位まで発表しましょう。充実した1年でした。今日が最終日ですけど、ね、いろんなことやらせていただいて、スキー場に通わせていただいたり、最後にマラソンもね、うん、僕の本当に一番信頼する友人と完走もして、マジ一人じゃ走れんかった。マジで本当にそうだった。走れ、途中でお互いどっちか歩きそうになったら頑張れ頑張れってお互い背中を押し合って、はい、ということで、二度とマラソンは出ません。今年かけて、はい、ということで、はい、やらない、絶対にいないです。1000万もらうなら走ってる。